韓国の妄想がやばいと聞いて。いつもやんけ。あいつらは妄想の中で生きてるから。ということで今回は韓国の妄想がやばい件についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくださいね。では日本への妄想から行きましょうか。妄想を現実に持ち込まなければそれでいいんですが。日本に恥ずかしい艦隊大学サッカー日韓戦、屈辱3連敗に韓国嘆きとしひざまずいた。また負けたのか。マジで韓国が勝った試合探す方が難しいよな。ガチ面で大学生に勝ったアジア大会くらいしか記憶にないぞ。大学サッカー界伝統の日韓戦伝送カップサッカー第23回大学日韓韓日定期戦が3月24日に韓国アニャン総合運動場で行われ、全日本大学選抜が全韓国大学選抜を2-0で撃破。これで日本は昨年から3連勝を飾る形となり、韓国メディアはライバルという表現が恥ずかしいほどの艦隊だったと嘆き節で伝えている。いつからライバルになったのか小一時間問い詰めたいですね。伝統の日韓戦、日本は昨年3月ホーム開催の一戦で1-0と勝利すると、9月のアウェー戦で韓国開催での史上初勝利に1を飾った。これで3連勝となった中で、敗れた韓国の現地メディアではこの結果を大学サッカーも日本に及ばない韓国、日本2-0艦隊矢印伝送カップ3連敗で屈辱と見出しを打って報じられた。本当に屈辱って表現好きね。日本なんかに負けて屈辱ってか。3連敗しといてよく見下せるわ。ちなみに前回大会はアジア大会に主力が招集されてたから日本は2軍以下。それに負けてるわけなんだが。ガチ面で大学生に勝って喜んでる間に。記事ではユン・ジョンソク解説委員の、日本の選手たちはやりたいようにやっている。韓国は思い通りにできていないという前半の内容が綴られつつ、大学サッカーも長年のライバル日本にひざまずいた。事実上、ライバルという表現が恥ずかしいほどの艦隊だったと、実力差が際立つ内容だったと嘆き節で伝えられた。ひざまずいたそうです。最近どんだけひざまずいてんのよ。言うて大学サッカーだろ。そんな屈辱だのなんだの騒ぎすぎじゃね。ライバルとか言うならこの悔しさをバネに頑張るだけだろ。この年代からして日本に負けることだけは許されないとされるのもなんだかかわいそうですね。そして次は日本人が誰も知らないところで代理日韓戦が開催されていた件です。代理日韓戦ってなんや。シンテヨンマジックだベトナム対インドネシア、代理日韓戦勝利に韓国メディアが意気揚々、日本代表監督だったトルシエが引き受けた後、不審が深刻だった。ついに代理日韓戦とやらも爆誕させてしまったようだな。代理日韓戦ってなんや。まさかベトナム対インドネシアで代理日韓戦とやらが行われてるとは日本人の誰も知らないし、予想もできないでしょう。さすが韓国。代理日韓戦ってなんや。ベトナム代表はホームでインドネシア2-3で完敗。試合後、かつて日本代表を率いたフィリップ・トルシエ監督が解任の浮き目にあっている。韓国メディアフットボリストはシンテヨンマジックだ。インドネシアがベトナム2-3で勝ち、最終予選まであと1勝と報道。元韓国代表指揮官で、現在はインドネシアを率いるシンテヨン監督を称賛している。インドネシアは21日のホームゲームでもベトナムに1-0で勝利した。ホームとアウェーで無失点の2連勝を収めた。東南アジアでしばらくインドネシアより優位に立っていたベトナムを超えたという意味でも、格別な勝利だった。ここまでまるで日本関係ないですけど、ここから強引にこじつけます。当メディアはこの試合は日韓両国を指導した監督たちの代理日韓戦でもあった。インドネシアは新監督が率いる。ベトナムは韓国人のパク・ハンソ監督と共にしばらく順調な航海をしていたが、22年前に日本代表監督だったトルシエ監督が引き受けた後、不振が深刻だったと続けている。この試合を代理日韓戦として見てた日本人は果たしているんでしょうかね。そもそも代理日韓戦とかいう発想がないだろ。意味不明すぎる。もっと言えば日韓戦自体に興味ないので、妄想を現実に持ち込むのはやめていただきたい。溢れる妄想はもう止まりません。日本に限らずタイにもその妄想が牙を剥きます。まずはホームとアウェイでコロッと変わる様子を見て、その上でとんでも妄想行きましょう。韓国ドロー劇で地獄自尊心に傷ついた母国嘆き節、ダブル敗予選で101位タイに苦戦。何回自尊心傷ついて恥かいてんだよ。嘆き節も多すぎ。自分を過大評価して相手を必要以上に見下すから現実でやられて大恥かく。メンタルが豆腐なくせにそんなことしてるから毎回こうなるんだ。韓国代表 FIFA ランキング22位は3月21日、北中米ワールドカップダブル杯アジア2次予選でタイ代表同101位とホームで対戦し、1-1引き分けに終わった。格下と見られた相手から勝ち点を取りこぼす結果になったことを受け、母国メディアは自尊心に傷ついた地獄と嘆き節で結果を伝えている。ただの実力なんでそんな気にする必要ないっすよ。妄想の中では格上ということになってるので。この結果を韓国メディアは韓国サッカーの自尊心にまた傷がついたと伝え、アジア杯での敗退に続くもう一つの恥辱と指摘。
予選 C 組の韓国は2勝1分の勝ち点7で首位をキープも、2対1勝1分け、勝ち点4、3位中国1勝1敗、勝ち点3も着実に勝ち点を積み上げており、不甲斐ない結果を嘆いた。26日に敵地で行われるリターンマッチでは勝ち点3をつかめるだろうか。自分でもまたって言っててクソワロタ。ことあるごとに自尊心傷ついてるからな。妄想やめるかメンタル鍛えないと。妄想と現実のギャップに苦しめば当然、自尊心やられますからね。でも幸いなのはコロコロ気持ちが変わることじゃないでしょうか。それは幸いというよりも、そうやって感情の起伏が激しいから簡単にメンタルやられるのでは？韓国サッカー失望矢印再び希望へ内紛騒動からの復調に母国注目7戦連続失点の不安も解決。韓国代表 FIFA ランキング23位は3月26日、北中米ワールドカップダブルハイアジア2次予選第4節でタイ代表同101位と対戦して1で 3-0 と勝利。母国メディアは、今年の不調を引き合いに出しつつ失望していたファンに再び希望を与えたと勝利を喜んだ。さっきと全然違うやんけ。毎試合毎試合疲れないもんかね。少しは落ち着けよ。韓国メディアニュースもこの勝利で、グループリーグ4試合連続無敗3勝1分けの韓国は、最終予選進出の可能性を高めた7試合連続失点の守備不安も解決と勝利を報じた。たった1試合で全て解決ですか。楽でいいですね。では日本代表も北朝鮮に勝利、しかも課題とされていた失点もなかったので全て解決ですね。面白いわね。アジアカップで大量失点して、今回無失点勝利したという点では日韓同じなんだけど、その反応はま楽だわ。日本で北朝鮮戦無失点だから全て解決なんて言ってるやついないぞ。脳内お花畑にも程がある。試合見てなかったのか？ってなるだろ。そこも違いありますよね。韓国は結果、日本は内容をより重視する傾向があります。もちろん結果も大事ですが、結局どこを見てるかの違いでしょうね。韓国は本当に目の前だけ、日本は目の前はもちろんその先を考えてますから、このままではまずいと思うわけです。韓国は先はもちろんのこと、現実を見ることから始めましょうや。一方で、これまで韓国はアジアカップでの準決勝敗退、ピッチ外で起こった内紛など悪いニュースが続いていた。この点を振り返りつつ、ニュースは度重なる騒動に失望していたファンに、選手たちは再び好成績と結果で希望を与えたと、代表が本来の姿を取り戻しつつあると伝えている。さっきの話ともつながるんだけどさ、試合内容については全然指摘しないのな。結果をもとに希望とか言ってるのは違和感を感じる。そもそも韓国からすると格下タイと見下してるわけですから、勝つのって当たり前ですよね。それなのに勝利して希望を感じるというのは不思議ですね。試合内容がよっぽど素晴らしいものだったならわかりますけどね。あんまり浮かれてるとまた痛い目見るわよ。毎回そのパターンだもんな。アジアカップから彼らは何を学んだのでしょうか。一喜一憂しすぎることと、相手を過小評価することの危険さ。もうこうなったら止まらないんですよ。唖然とするような報道がありました。もうすでに唖然としてるんですけど。憧れるのをやめたタイ代表、孫フンミンとの弓交換なしに韓国メディアは驚きも早いドルと見ていない。いつもなら相手選手で争奪戦。なんだこのこっちが恥ずかしくなるような自意識過剰は。続き読むのが怖いような恥ずかしいような。韓国メディア応戦は、試合後のタイ代表の振る舞いに注目。惨敗でプライドを傷つけられたタイの選手たちは、孫フンミンやイガミンとのユニフォーム交換を要望しなかったと驚きを持って伝えている。そんなに驚くようなことなんでしょうか。世界中が韓国を戦争の眼差しで見てると本気で思ってる人たちだからね。過剰なナルシストもだけどさ、見てて痛いんだよ。まだ痛いだけならいいんだけど、こっちまで恥ずかしくなるようなことはマジでやめてくれ。勝利を望んだタイの観客たちは力の違いを確認し、苦々しい笑顔を浮かべながら英字についた。まだ韓国には慣れないという技量の差が明らかになった。通常、孫フンミンと対戦した時、相手選手の間でユニフォーム交換の争奪戦が行われる。イガミン、キムミンジェなどビッグクラブでプレーする選手たちのユニフォームを誰が持っていくかが注目点となっている。韓国には慣れない。そりゃあそうだ。テコンドーサッカーに妄想に歴史は異曲に。誰も慣れませんよ。そもそも誰もなろうとも思わないから。そして記者も試合後、グラウンドで誰が孫フンミンのユニフォームを持っていくのかを注視した。しかし、敗戦でプライドを傷つけられた対戦士たちは、韓国選手のユニフォームを求めずにすぐに引き返したと続けている。そんなこと気にしてる人たちいるんですね。ホルホル記事書けますから。韓国が戦争の眼差しで世界から見られてると洗脳されてますからね。記事は、ソンミングだけタイの選手とシャツを交換した事実を伝えつつ、タイがもはや韓国をアイドルと見るのではなく、真剣に勝つべき相手として認識し始めたという意味だと締めくくっている。憧れるのをやめたということだろう。そもそも憧れてないですから。と、鳥肌が。いや、やめてくれ。恥ずかしい人を見るとなんかこう、ゾクゾクするというか、V
ブルブルっとなるんだ。本当にやめてくれ。自分で自分をアイドルとか言ってしまってますからね。本気で憧れてると思ってるの痛すぎる。一番困惑してるのはタイの選手たちでしょうね。勝手に韓国に憧れてることにされてるからね。やっぱり韓国の見下しを感じるよな。東南アジアに対して未だにこんな感じか。タイに追い越されるのも時間の問題だな。民度が違いすぎる。もうすでに大差ないですからね。タイはすごく印象がいいです。 ACL でもメッセージ残してくれたり、試合後の振る舞いも尊敬できる人たちです。今後成長して日本のライバルとなれるといいですね。本来ライバルというのはお互いに尊敬できるのが条件ですからね。見下しを続ける韓国とひたむきに頑張るタイ、近いうちに立場は逆転することでしょう。しかし今回はいつにも増してひどい妄想だったわ。なんかさ、妄想が収まるどころか年々ひどくなってないか。最近は日本に限らずこんな感じだ。ですね。迷惑なのでやめてほしいです。さて皆さんは今回の件どう思ったでしょうか。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で意見を聞かせてください。それではまた次回。